熱い。サワイアンチャンネル。みんなびっくりした、みんなびっくりした、ドン引きでございます、はいはい、僕らの声の響きでロックは大体想像つくと思うんですけど、今回は、はい、サウナに来ております。お今回はね、渋谷にございます海涼湯さんにね、はい、もうサウナを貸し切りで、そうね、営業時間前に、まあ、そうちゃんと営業時間前に設けてもらってるんですけど、完全に貸し切り状態で、はい、お邪魔させていただきました。いただきました、はい、でここで今回、まあ、普通にねサウナに入るのも俺らからしたら嬉しいことではあるんで、てか俺ここ普通にプライベートで何度してるからサウナ大好きだ。大好きだ俺ら。僕らねサウナなんですよ。銭湯サウナ温泉も大好き、もう大好き外国人なんですよ。そう、そうで、そんな僕らに今回のサウナを貸し切りいただいてるんですけど、まあ、普通に入っても面白くないと、うん、やっぱりサワヤンチャンネルが急になんか癒し系 YouTuber になっちゃう。いや、そういうのではない。そう、僕ら違うんですよ。俺らはえぐっていかなきゃいけない。えぐっていく、エンターテイナー、エンターテイナーだから。ウィキペディアに書いてあるな、サワヤン、ジャンルエンターテイメント。置きに行く企画はもうできなくなった。できない。今回攻めます、攻めます。ズバリ企画名、はい、兄弟でサウナ耐久対決。おー、だって山で得意らしいんだよ。僕はもう企画やる前から、俺ねめちゃくちゃそうやって俺でも出ねえよ。いや、まあ、僕いつもおじちゃんと一緒に張ってるんで、よくいるじゃないですか銭湯で、結構強いおじいちゃん、もう認められてるから。そう、そうで、まあ、今回は、はい、まあ、普通に対決してもいいんだけど、俺らがひたすらサウナで2人でこうやってなってレベルってレベルが超つまんないから。そうだね、めっちゃシュールだな。何も面白くないから。ただところだけ、何も面白くない。ちょっとオプションをつけようかなって。オプションね。そうで、今回は、はい、アイステム、アイステム、アイステムを使用可能、なるほどっていうオプションを、なるほど、事前に僕ら5000円以内で、5000円以内で3つずつアイテムを用意して3つずつ用意してます。はい、でちょっと一回そのアイテムをちょっとお互い紹介してやろうか。そうだね。はい、ということでじゃあ俺から紹介するわ。カモン。まず一つ、うん、鼻の穴拡張シート。なるほどね。これね、そっから来る。まずは呼吸が大事だから、サウナにおいて。なるほど。酸素を体内循環させて疲れにくくする。これはね、意外と盲点だと思う。次、今度は、うん、さっきの体内、次は体外で、こちら冷却シート。うわー、もうとにかく体拭きまくる。それだね。これで、いや、熱いなって感じだともう拭く。なるほどね。これ耐える。これ強くない？しかもこれ40枚入ってるから。で、最後、はい、握って凍るやつ。なるほどね。これも強いな。説明さん使える。部分的にこう極端に冷やしたい時に使う。やべ、バランスいいじゃん、さ。で、かなりバランス取れてる。なるほど。俺はこれでいく。OK。じゃあ、俺ね、次。ああ、まずは、ああ、まあ、こちら、まあ、冷えピタね。あ、冷えピタ。あるやつね。ああ、これはまあ、王道でしょ。王道だね。これもう俺入る前からまずそっぱらから使うから、全身で張ってから俺読むから。次こちら小型の扇風機、手持ちがやっぱりローリーで。いやいやいや、セルフローリー。いや、絶対涼しいのは来る。いや、絶対涼しいのは来る。あ、ほんと、これいいやつだから。で、もう一個ちょっと違う角度から攻める。こちらインナー、まあ、それね、速乾性。汗かくじゃん、うん、で、これ熱くなるじゃん、これ自体がお前、知るとあのね、分かってないね。分かってない。やっぱりサウナ歴浅い。浅いよ、俺。これ強いんだよ。これは、俺かなり俺の勝利確信してるもん。これ茶番置いといて、うん、今回ね、この企画で、はい、勝った方には、そうね、やっぱ勝ったらなんか得点欲しい。勝ったら、やっぱりなんかプレゼント、プレゼントというか、ご褒美。ご褒美、ご褒美はございます。ご褒美はなんていうの、今回ね、はい、こちらズド、おリラクゼーションドリンク、シラウが飲めます。これは熱い。これね、海涼湯に、まあ、置いてあるんですよ。なるほど。これしかも今回、これが初代チラウと。これは知ってる俺。で、こちらが新作。これ見たことない。ゼログラビティ、カロリーゼロ、糖類ゼロ、とにかく超、なんだろう、なんて言ったらいいんだろう。今までないドリンクだよね。とにかく、新作でございます。はい、で、こちらを、買った方はこっちの。うわー、マジか。で、味とにかくうまいから、うん、これを飲んで散る。散る、もう完全決まっていく。でもこれは俺毎回サウナで飲むんですよ。あ、ほんと。でもこっちは飲んだことないから。お前ずっと美味しいって言ってるもん。これ普通にうまい、マジで好きなんですけど、こっちも飲みてえぞ俺。勝つぞ俺、マジで勝ちに行く。ということで、こちらのご褒美をかけて今日で戦っていきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いいたします。早速着替えていきましょうか。しゃ、準備万端。あ、 YouTube で上ロサウナさん初めてじゃない。だからこれはもうサウナの将来か。まあ、そうそう、うん、で、
まあ、入る前にアイテム1個ずつまず使うとは何かしら。そうね、俺はもうこれ全身に貼るから、ね、しょっぱなから使っていくから、ね、俺はとりあえずまず鼻に隠してほしいの。とりあえず それで貼っとくわ。鼻の角度急すぎて全然広がってくんないんだよ鼻の角度急すぎて届かないね。全然ここまで。もうちょい上じゃねえそれ。もうちょい上。俺はこんなもんで十分だ。もうこれ自身もキンキンに冷えてるからかっこよくねえの。じゃあ行こう。装備してんじゃん。よし、じゃあ行きますか。では前へ。先生、うわっ、このサウナ、このサウナチルいな。暑いし、でも雰囲気めっちゃいい。ここまでは全然余裕だから。冷えピタここだけまだ冷たい。どう、頭は。頭もうまだちょっとひんやり。お、これ使うよ。どうぞ。効果いかなるものかって、うん、俺何もしなくても12分は安定的に耐えるから。この12分経過そして、え、無効化されてるサウナでこれで、え、なんでなんでなんで、濡れろ。本当だ、嘘でしょ。無酸なんだけど。え、あ、濡れてる濡れてる。これで濡れてる。2枚目濡れてる。秒で乾く、秒で乾くから、これ出したらすぐ寝る。これこれやばい、これ全部乾いちゃうから、これ一回戻すの全部乾く。冷却シートが全部無効化されてます終わった。アイテム2個終了様。終了のお知らせ。フリーズライトはどう。全然意味ない。暑い。うわ、このサウナやべえな。超暑いぞ。あっち、このサウナあっち。やっぱ汗が出る。早っ。俺ね、そう、俺発汗すごいですよ、サウナ。すぐ汗かくよ。冷えピタ、ダメだ。もう、ダメだこれ。一瞬でダメになる。もう冷却が全部無効化される。汗見てください。汗やばいっしょ。びっちょびちょ。一回扇風機使ってみろって。もう挟んだ方がいいかな。一回挟む。早めに、早めにまず使ってみろ。汗一回乾かした方がいいよね。早めに使ってみろ。乾かそう。扇風機一回使います、そしたら。やっぱ冷却効果のあるやつ全部無効化されるわけだから。いきます、使います。あっつい、あっつい。なにこれ、家でやった時と全然違うぞ。やめろバカか。妨害アイテムだよこれ。俺言ったじゃんバカ。あっつい。セルフロウリュなんだよ。言ったじゃん、セルフロウリュだって。これやばい、死ぬ。てか俺も汗やべえ。汗やばお前。俺まだそこまで鼻かいてきてるけど。水はやっぱ安全を確保するために飲む制限。やっぱりもっと受けちゃった。どう今余裕。いやでもここまではもう普通の、俺はサウナこんな感じだから、その汗をかくのはもう大前提。なるほど。俺はこっから。なるほど。お前 T シャツ着たら。もう T シャツがあるんだ。最終兵器。忘れてた、完全にボッとしてた。最後ロールしてくらって。マジやばい、もう滴り落ちてきてる。俺これで T シャツ着てダメだったら本当に詰む。最終兵器 T シャツ。もうこれにかけて、キロキロキロ、いけ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 。あっつ、あー、まだ、いや、これ信じる、俺は信じる。きっと、きっとこの後ね、よくなった。きっとだよ、今、吸収の段階入ってる。いや、もう来たらもう脱げないよ。俺だってこれつけっぱなしだ。うわ、これやばい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 わ、汗が全部熱くなってる。俺さ、今んとこさ、使ってるアイテム全部裏面で全部裏面で完全にアイテムミスってる俺、完全に。もうこっからダメだ、俺も意地だ。もう俺の己の力で戦う。ちょっと一回集中していい。いや、全然いくらでもして、勝っていいか。ところで勝って、俺は最後チルするから。料理すな。熱っ、熱っ、マジやめ、熱っ、熱っ、マジやめろ、やけどする、マジで。はい、ここに来てヤン選手が、黙り込んでしまいました。彷彿されるのは、高校時代の炎天下の中グラウンドを走り続けるあの日々。脳が今にも頭蓋骨を飛び出しそうになるあの感覚。こんなんだったよね。もうこんな感じ、マジ。40度の中走って、みんなの入った二酸化炭素が充満するあの体育館。サウナだよ、本当に。空気薄くなるんだよね。そうだよ、吸っても吸ってももう鉱山トレーニングみたいな感じだったの。そで汗がずっと落ちるって。でズボンからもさ垂れてる。そうそうそう。で体育館に染み当たって、あの体育館がスケートリンクとかす。でなんかモップ出せとか言って。そう。でモップも雑巾とかして負の連鎖。でもあのモップの時間ちょっと嬉しいんだよ、練習止まるから。
多分30分近く経ってるわ。あ、散った。やつが散った。ゼログラムにゼログラム、僕は普通のチルアウト、チルアウトを、まあ、ちょっと飲んでいこうか。一回飲もうか。一回飲もう。喉乾いた。一回まず音ね。せーの、来ましたね。じゃあお疲れ様です。はい、乾杯。乾杯です。よき、うわ、てかうまくね、うまい、これ本当に他のドリンクではない味、めっちゃ気持ちいい、すっきりしてる、大好きなんですよ僕チルアウト。気になる、これ味なんだけど、なんかね、AI が導き出したフレーバーらしいよ。最強じゃん。そうだ、人間がこうこれ美味しいかなとか考えてるんじゃなくて、 AI が人間をもう完全網羅した状態で、これとこれとこれ入れたら絶対的にうまいだろうっていう成分でできてる。だからこんなうまいの。バカうまい。すげえ。それ知らんかった俺。AI 怖っ。これね、いや今飲んでるけどさ、どんどんさ、脱力してる感じ。まさにリラックス。リラックス。リラックスしてる。リラックスしてる。なんでリラックスするかっていうと、このね、リラクゼーションサポート成分がなんか4つ入ってる。4つ、まあ、詳細でこのテロップで出してるけど、とにかくこいつらが作用してめちゃめちゃ気持ちいいの。そういうことなの。めちゃめちゃ気分が楽になって、特にサウナの後のこの一本は神がかってる。相乗効果ずるい。これずるいよ。これはやばいわ。で、しかも、うん、しかも3つのフリー保存料、はい、着色料、人工甘味料、これが入っておりません。でも安心してるの。入っておりません。最強じゃん。もう最高。自然体で決まる。いいことしかないですよ。いいことしかない。で、しかもそこにさらにこの新作、そう、これが気になる。ゼログラビティが、ゼログラビティがなんとこちら、はい、カロリーのゼロ、カロリーのゼロ来た。そして女性陣が気になる、はい、そして肥満体質の男性陣が気になる、はい、通るこちらがゼロでございます。これ飲んでいい？ダメだよ。ダメだよ。マジ飲みたいんだよ。飲ませろ。あ、ね、セブンで買おうよ。あ、セブンで買えるの？セブンで買えるから。あ、本当？お前は負けたんだから、お前自腹で買える。くっそー、今飲みてー。 あとしかも、この動画の概要欄に実はリンクが貼ってあります。マジ？こちらからクーポンがあるんで、より安くご購入いただける。ただお前はセブンで買える。俺はセブン。お前はクーポン使うんじゃね。俺はじゃあ敗者だろ。お前は出向いて、お前は出向け。マジか。これ見てるみんなは安く買える。安く買える。もちろんデスターですから。デスターですから。俺はセブン、お前はセブンで自腹購入。わけがない。俺の MG ハグが予想以上進行した。頭皮が3つある。それぞれの面積求めなさいみたいな。そのうちがここで飲んでみる。いやーもうね、渋谷の帰るの後にこのチルアウト飲んでね、みんな一緒にね
チルしようぜ。これはマジ最高だから、チル、チル、デスターと一緒にチル、シャーだよ、マジで。ではね、皆さんぜひね、動画面白かったね、高評価とね、チャンネル登録忘れずによろしくお願いします。ぜひね、動画概要欄がチルアウトで、ね、買ってみてください。最高なんで、これはマジおすすめです。ということで、またね、次回の動画でお会いしましょう。ちょっと行こうと思います。せーの、ブワー。